いつもご視聴ありがとうございます。スマホのコンシェルジュです。スマホで撮影した写真には特段設定をしていなくても実は様々な情報が記録されています。iPhone、Android ともにアルバムアプリにて写真の詳細を表示することで写真に記録された情報を確認することができます。iPhone では写真アプリで画面下にある インフォメーションを表す丸に i と書かれたボタンをタップ。Android では Google フォトの場合、写真を下から上にスワイプすると詳細情報が表示されます。記録される情報は撮影日時、撮影機材や撮影場所などです。こうした写真に付加される情報はイグジフ情報とも呼ばれ、スマホに限らず デジタルカメラで撮影した際にも様々な情報が記録されるようになっています余談ですが過去にスマホメーカーがカメラの高性能さをアピールするために掲載した写真が実はキヤノンの一眼レフカメラで撮影したものだったということがこの EXIF 情報からバレてしまうということがありましたこうした情報の中で特に位置情報に関しては アルバムアプリ内で写真を地名で検索することができたり、地図で思い出を振り返ることができたりと、楽しく利用する場面の多い機能でもあります。ですが、誰かに見られた場合に自宅の場所がわかってしまうといった可能性をはらんでおり、少々一般のユーザーとしてはセンシティブになる部分かと思います。今回は、 この位置情報が写真をさまざまな手段で人に送った際にそれぞれどう見えるのかまた記録を削除したり停止したりすることができるのかという点について確認してみたいと思います。私たちスマホのコンシェルジュでは豊富な指導実績をもとにスマートフォンの操作方法等に関する動画を制作・配信しております。 より多くの方に親しんでいただけるよう、優しい解説を心がけております。よろしければ高評価、チャンネル登録いただけますと幸いです。概要欄に当動画の目次も配置しておりますので、適宜チェックしたい箇所を選んでご視聴いただくことも可能です。それでは早速見ていきましょう。今回利用する写真は、この日光の橋を写したものを引き続き利用していきます。 写真にはこのように撮影した場所がバッチリ記録されています。まずは写真の送信手段としておそらく最も一般的な方法である LINE で送付する場合はどうでしょうか。位置情報の付加された写真を送付してもらい、受け手側でその写真をダウンロードしてみます。こうすることで、 Google フォトやアルバムアプリに写真を取り込むことができますので写真の詳細情報を確認することが可能となりますでは詳細情報はどのようになっているでしょうかグーグルフォトで確認してみますするとこちらではこの画像の取得日時データサイズ スマホ内での保存場所くらいしか表示されませんでした。撮影場所に関しては表示されておらず、位置情報のない写真に位置情報を追加するための、撮影場所を追加というボタンが表示されているだけとなっています。つまり、LINE で送信したことにより、元の写真から位置情報が削除されているということになります。どうも過去には、 オリジナル画質で送付すると位置情報が記録されたままとなってしまうというバグが報告されたこともあるようですが、今回はそのような事案は確認されませんでした。続いては SNS 関連です。撮影した写真をインスタグラムやツイッターに投稿しているという方も多いかと思います。この場合に投稿した写真の位置情報はどのように扱われるのか確認してみます。 試しにこの写真をツイッターにアップします。さらにアップした写真を再度端末にダウンロードしてみます。ダウンロードした写真の詳細情報をやはり Google フォトから確認してみましょう。こちらも LINE と同じく位置情報は削除されていました。やはり不特定多数が閲覧するサービスですので、 現在、主要な SNS サービスにおいては、特に設定などはしなくても、投稿時に位置情報などが自動的に削除される仕様となっているようです。なので、写真のイグジフデータから位置情報を調べることはできません。ただし、写真自体に場所を特定する要素が入り込んでしまうという可能性にはご注意ください。過去に、瞳に映った風景から自宅を特定されてしまった といった驚くような事例もあります続いてメッセージアプリでも試してみます Android の Google 純正メッセージアプリで花子さんに写真を送付して花子さん側でその写真を保存して詳細情報を確認してみます こちらも送信元でダウンロードした写真からは位置情報を確認することはできませんでした。自動的に削除されているようです。念のため iPhone のメッセージアプリも使って iMessage で同じことを試してみました。結果がこちらです。意外にもこちらでは位置情報がそのまま残される形となりました。 撮影日時や機材なども表示されており、EXIF がそのままになっています。iMessage は写真の位置情報を自動的には削除しないということになります。ただしこちらは別途コントロールする場所が設けてありましたので、後ほど確認してみます。では続いて Gmail ではどうでしょうか。スマホで撮影した写真を Gmail に添付して送信送信元で添付写真をダウンロードして詳細を確認してみますするとこちらも Exif 情報は保持されたままとなっており撮影場所がわかるようになっていました次に Google フォトで写真を共有した場合はどのようになるでしょうか Google Photo の共有機能を使って写真を共有してみます。ちなみに Google Photo での写真共有は、メールなどで写真を送るのに慣れていると若干違和感があるかもしれません。写真をその人に送るというよりも、その人とのトークルームが作られて、そこにお互いが写真を入れていくというようなイメージに近い動作をします。共有を受けた花子さんは、 その写真を Google フォトに保存して詳細を確認することができます。するとこちらも位置情報はそのまま残った形となりました。ところが別の機種で試してみた際、位置情報が共有されないということが何度かありました。調べてみたところ、共有画面の相手の名前の右側に 小さく矢印アイコンがあり、こちらをタップしてみると、共有時の設定について位置情報を含めるかどうかの設定がございました。このスイッチをオフにすることで位置情報を相手に見られなくすることが可能です。また、すでに共有した写真であっても位置情報を隠すことができました。最後に、近距離で通信をする際に大変重宝する エアドロップ、またはそのアンドロイド版のニアバイシェアにて試してみました。こちらも両者ともに位置情報はそのまま残った形となりました。この機能は相手が目の前にいないとできないので、基本的には赤の他人と頻繁に利用する機能ではありません。家族間で旅行の写真をやり取りするなど、近しい間柄での利用を想定すると、 位置情報はそのままの方が便利かもしれません。以上、写真の共有時の位置情報の使用を見てみました。今回の検証をまとめるとこのようになります。個人的には iPhone のメッセージアプリで位置情報が残されたのは少し意外な結果と感じました。使用される機器やアプリのバージョンによっては、 異ななるる結果とと可能性がありますことをご了承ください。では次にそもそも位置情報を写真につけないようにするにはどうするか確認しておきましょう LINE くらいでしか人に送らないという方も何だか不安という場合は方法のイメージだけでも確認しておいていただければと思います基本的にはカメラアプリに対して スマホの位置情報へのアクセスを禁止することで写真に位置情報が記録されなくなります。またこうした設定を一般に権限設定などと呼びます。iPhone での設定方法は設定アプリを開いて中段あたりプライバシーという項目をタップします。ここに位置情報の項目がありますので開いてみます。 すると iPhone の中のそれぞれのアプリが位置情報を使用できるかどうかまたどこまで使っていいかという位置情報の使用に関する権限の一覧が表示されますカメラアプリの権限設定を調節したいのでカメラとタップしましょう選択できる権限は3種類で全く使わせない使うたびに確認させる アプリの使用時は許可するの中から設定できますので、許可しないとすると写真に位置情報が付加されなくなります。Android での設定方法もやはり設定アプリを開きます。カメラアプリの位置情報へのアクセス状況を知りたいので、まずはアプリとタップして、その中からカメラアプリを探します。 カメラアプリをタップしたら、このアプリがスマホのどういった機能を利用しているのか確認するため、権限をタップしましょう。するとカメラアプリは位置情報を現在取得していることがわかります。こちらをタップして、許可しないに変更します。するとこれ以降、撮影した写真には位置情報が付帯されなくなります。また iPhone では、 写真アプリから位置情報の削除や編集を行うことができます。写真アプリを開いて、詳細ボタンをタップ。位置情報表示欄右下の調節というところをタップすると、位置情報をなしにすることができるようになっています。一方、Android ではカメラで付与した位置情報を編集することは、標準ではできない仕様となっていました。 そこで裏技的ですが、先ほどの LINE で送付することにより位置情報が削除されるという特性を利用して LINE のメモに写真を送付。その写真を再びダウンロードすることで位置情報なしの写真を手に入れるということが可能です。Keep というちょうど良い機能がありますので、ぜひ活用してみてください。また、 iPhone での写真共有において全体に言えるポイントとして、写真アプリを開いて共有ボタンを押すという道順で写真を送付する際は、オプションという項目が表示され、位置情報をどうするか設定可能となっていました。ここでオフにしてからメッセージアプリや AirDrop で送付すると位置情報が削除されることが確認できました。ただし、 この道順の時のみ適用されますので前述のメッセージアプリを開いてから写真を選ぶという手順においては適用されないようです以上今回は写真に付与される情報やそれらの共有時の挙動を見てみましたスマホカメラにおいては思い出を整理するのにも非常に役立つ機能ですが人に送る際には少しご留意いただきたいポイントとなりますので ぜひ参考にしていただければと思います。当動画は以上となります。最後までご視聴いただきありがとうございました。よろしければチャンネル登録いただけますと幸いです。また、メンバーシップにて弊社動画のテキスト版も配信しておりますので、よろしければぜひご登録ください。それでは次の動画でもよろしくお願いいたします。